こんにちは、平です。今回は電験一種二次試験電力管理科目より令和2年度から問4の送電系統の距離リレーの計算問題を解説していきます。最初に問題文を読み上げます。図に示すような架空送電系統において母線2から区間 B の40%の距離にあたる点 F で3層地落事故が発生した。 区間 B での主保護リレーが極動作し、母船2と母船3側の線路遮断機が閉じたままで事故が継続中である。この時、区間 A の母船1側に設置された交尾保護リレーである、地楽距離リレー、リレー A の動作に関して、次の問いに答えよう。ただし、図に示した v 1 v と 1> 1. アンペア i2 ドットアンペア i3 ドットアンペア z1 ドットオーム z2 ドットオーム zf ドットオームは景気用変成器二次側に換算した総電圧値総電流値インピーダンス値である。異例 A が測定する距離インピーダンスの大きさは i1 ドット分の v1 ドットの絶対値で演算される。 Z1 ドット、Z2 ドットはそれぞれ、区間 A、区間 B の送電線インピーダンス、ZF ドットは F10 での故障点インピーダンスで、すべて一層あたりとする。負荷電流と充電電流は無視できるものとする。カッコ1、リレー A が測定する V1 ドットを、I1 ドット、I2 ドット、I3 ドット、 z1.z2.zf. を用いて表せ、カッコに異例 A の制定値が z1 の大きさに対するパーセント値で表される場合、異例 A が動作域にあるためには、制定値は何パーセント以上であればよいか、i1 分の i2 i1 分の i3 を計算し、制定値は最小値で求めよう。ただし、 リレー A が測定する距離インピーダンスの大きさが制定値以下になるとリレー A は動作域にあるものとし I1 I2 I3 Z1 Z2 ZF は次の値とするでは問題の設定を確認します問題文の下線より図に示すような学送電系統において母線2から区間 B の 40%の距離にある点 F で三層チラク事故が発生した場合について、区間 B での主保護リレーが極動作し、母線2と母線3側の線路遮断器が閉じたまま事故が継続している状態となっています。この時の母線1側に設置された交尾保護リレーであるチラク距離リレーリレー A の動作に関する問題です。 では、この条件を図に反映すると、3層地落事故の事故点は、区間 B の点 F で、この時、区間 B での主保護リレーは、極動作を生じたため、交尾保護リレーであるリレー A が動作します。では、次に、問題文の黄色の下線より、図に示した各電圧、電流の式は、 景気を変成器二次側に換算した送電圧値、送電流値、インピーダンス値であり、リレー A が測定する距離インピーダンスの大きさは、I1 ドット分の V1 ドットの絶対値で表されます。また、各インピーダンスは一層あたりとし、負荷電流と充電電流は無視します。ここで、リレー A が測定する距離インピーダンスの各成分は、 図の青丸の通り母線1の電圧 V1 ドットと母線1に流れ込む電流 I1 ドットですでは括弧1を解いていきます問題文よりリレー A が測定する V1 ドットを求める問題ですまず図の母線1から自己点 F の設置の間を区間 A 区間 B 点 F から設置区間に分けますこの時 各区間の電圧効果を VA, VB, VF ドットと置くと V1 ドットは VA ドットプラス VB ドットプラス VF ドットとなります。では各区間の電圧効果を求めます。まず VA ドットについては 5000A に流れ込む電流が I1 ドットのみであるため区間 A を流れる電流は I1 ドットとなりまた 区間 A のインピーダンスが Z1. であることから VA. ドットは Z1.×I1. となります次に VB. については母線2に流れ込む電流が I1. と I2. であるため母線2から自己点 F の間を流れる電流は I1. プラス I2. となりますまた母線2から 自己点 F の間のインピーダンスは、区間 B の距離の40%のため、0.4Z2 ドットとなることから、VB ドットは 0.4Z2 ドット括弧、I1 ドットプラス I2 ドットとなります。次に、VF ドットについては、自己点 F に流れ込む電流が、I1 ドット及び I2 ドットと、I3 ドットであるため、 自己点 F から接地点の間を流れる電流は I1 プラス I2 プラス I3 ドットとなります。また、故障点のインピーダンスが ZF ドットであるため VF ドットは ZF ドット括弧 I1 プラス I2 プラス I3 ドットとなります。よって V1 ドットは式を代入すると Z1 ドット I1 ドットプラス 0.4z2 i1 ドットプラス i2 ドットプラス、zf ドット i1 ドットプラス i2 ドットプラス i3 ドットとなります。これが1の答えです。次に2を解いていきます。問題文の下線より、異例 A の制定値が z1 ドットの大きさに対するパーセント値で表される場合、異例 A が動作域にあるための 制定値値の最小値を求める問題です。なお、異例 A が測定する距離インピーダンスの大きさが制定値以下になるとき、異例 A は動作域にあるものとし、各電流、インピーダンスの値は黄色の下線の通りとします。まず、異例 A が測定する距離インピーダンスの式は、図の赤丸の式で、この式に V1 ドットの式を代入すると、このようになります。では、各項の値を求めます。まず、i1 ドット分の i2 ドットと、i1 ドット分の i3 ドットは、それぞれに値を代入すると、0.7-j0.12 および、0.5-j0.13 となります。そのため、 0.4×z2 ドット1プラス i1 ドットプラス i2 ドットはこのようになり zf ドット1プラス i1 ドット分の i2 ドットプラス i1 ドット分の i3 ドットはこのようになるため左の式に代入して計算をすると2.8870オームとなります次に異例 A の制定値の式は 問題文の緑の下線より、Z1 ドットの大きさに対する距離インピーダンスのパーセント値で表されるため、Z1 ドットの絶対値分の I1 ドット分の V1 ドットの絶対値となり、Z1 ドットの絶対値は2.0304のため、値を代入すると142.19%となります。ここで、 距離インピーダンスの式の 0.4Z2 ドットより、母線2から自己点 F の間の距離が離れるほど、Z2 ドットの係数が大きくなるため、距離インピーダンスの大きさが大きくなり、制定値も大きくなります。また、問題文の青の下線より、距離インピーダンスの大きさが制定値下になると、リレー A は動作することから、 制定値は143%以上であれば、点 F で発生した事故はリレー A で検出することができます。これが括弧2の答えです。以上が今回の問題の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。